ビザキャッシュアップ RB として生まれ変わった昨年までのスクーデリアアルファタウリ。2月8日、木曜日にはアメリカ・ラスベガスで2024年の F1 を戦う新車、ブカーブ01を発表した。ドライバーを務めるダニエル・リカルドは、強化されたチームに対してライバルチームが警戒を強めていると考えている。 2024年のビザキャッシュアップ RB のドライバーラインアップは、ベテランのリカルドと F13004 年目を迎える角田祐希の2人。スクーデリアトロロッソ時代も含めて、最も経験豊富な夫人となる。これまでチームは、兄貴分のレッドブルレーシングへ将来有望な若手 F1 ドライバーを送るための、育成施設としての側面が強かった。 2024年以降はそうした要素も残しつつも、タイトルスポンサー2社の獲得によってビザキャッシュアップ RB がより独立した存在になるだろうとリカルドは語った。僕がどう考えているかというと、外部の人たちや他チーム、あるいはただのレッドブルのジュニアチームのように思っている人たちに、僕らをもっと真剣に捉えてもらうきっかけになるということだ。 リカルドはビザキャッシュアップ RB についてそう語った。重要なパートナーがチームに加わり、この1年は自分たちの足で立っていると感じることができる年になると思う。それはチームとしてかなり有益なことだと思う。体制としてもかなり変わっている。新しいメンバーがたくさん入ってきて。 僕らが願う中盤争いの戦闘で戦える土台のようなものを作ろうとしているんだ。またリカルドは、後期のトロロッソ時代を彷彿とさせる2024年マシンのカラーリングが気に入っているという。僕が見た限りでは、クールだね、とリカルドは言う。レーシングスーツとかそういうのも良いよね。かっこいいと思う。それにもちろんプレゼンテーションも良かったし。 僕らにとっては大きなことだ。もちろん、パフォーマンスが最優先だし、サーキットでどうなるかは見てみないとわからない。でも、マシンカラーリングは、しっかりかっこいい路線で行っていると思うし、みんなが気に入ってくれるといいね。そして今年の目標について尋ねられたリカルドは、昨年のような山ありたにありのシーズンではなく、 様々なタイプのコースで一貫したパフォーマンスを発揮することが第一目標だと語った。僕らは中段グループの先頭で戦いたいんだ、とリカルドは言う。だからコンスタントに予選 Q3 へ進出し、変則的なレースだけじゃなく、コンスタントにトップ10に入ってポイントを取り続ければ、コンストラクターズランキング、6位だってあり得る。 一貫性があれば、自分がマシンを理解していて、チームもよく理解できているということの証明になる。それが上位との差を縮める助けになる。だから一貫性を保つことが、現時点で僕が目指していることなんだ。